失礼いたします。私、当商会の会長をしております。おいしい、これ買うわ。いつもごひいきに。ありがとうございます。アレクシア、私たちは旅支度に来たのですよ。ご旅行でございますか。では必要そうなものを見繕わせます。お願いね。おすすめの服を 2,3 着見せてもらえないかしら。お友達へのプレゼントですか。プレゼントとは違うような、もうちょっとこう普段使いというかカジュアルな感じで。ではこういったものはどうでしょうか。女性用の下着でティーバッグという商品です。あの、布面積が小さすぎますし、男性の方はとてもお喜びになるとか。男性？姉様。アレクシア、あなたまさか。あと手を離しなさい。よろしければ試着もできますよ。え、頼むわ。服室借りるわ。アレクシア、こら、靴は脱いで服は畳んで。履き心地は。ああ、それは透けているのではないですか。それどう見てもはみ止めません。そうですか。ですが姉様。アレクシア。私はもう聞く必要のない言葉には流されません。ですが私はとてもティーバッグで勝負したい。姉様がティーバッグを認めないというのなら諦めましょう。ティーバッグは絶対に認められないものなのですか。別に。姉様、絶対というわけでは。これ買うわ。柄違いをいくつかと。それ試着できる。